思います。 Thank you for playing。 そして Thank you for playing ですね。はい、こちら私有ロムはですね1回ずつ交代制となっておりますので、まあ、こちら試合が終わるとタイトル画面、仮タイトル画面に戻ります。その後列に並んでいる人の方に交代していただければなと思います。ちょっと YouTube の方がカクついてるみたいなんで、なんとかなってくれると嬉しいんですが、聞こえてなかった方がいらっしゃるみたいで、もう一回口で説明させていきます。直前ガードはガード硬直が短くなったりといったそういった要素はなくて、テンションゲージが溜まりやすくなるという仕様になっております。じゃあちょっとここはスキップさせていただきまして、であとはギルティギアシリーズ固有のガードのシステムフォルトレスディフェンスで、こちらも、ございます。でフォルトレスディフェンスについてなんですが、今まで地上攻撃を空中でガードするにはフォルトレスディフェンスをしなきゃいけなかったんですが、今回はそういった必要はありません。普通にガードをするだけでガードできます。ただ実はちょっと落とし穴がありまして、こちらのゲームですね、攻撃をガードするとリスクレベルというゲージが溜まっていきます。右上の階のアイコンに注目いただければなというふうに思っております。はい、そしてこのフォルトレスディフェンスはリスクレベルを貯めないという効果がありますので、相手の攻撃をこのようにガードして、そして空中も同様ですね、こうやってフォルトレスディフェンスをすることによって、リスクレベルの上昇を抑えることができると。ですので中級者から上級者の方はこのフォルトレスディフェンスというシステムを結構使うことになると思うんですが、まあ、始めたての方であったり、このゲーム本シリーズから初めて触るよという方は、まあ、最初はこのシステム特に意識しなくていいかなと思います。ちょっとマニアックな話なんですが、例えばダッシュしてきて、でガードもお、停止モーション中に、はい、これ今までのギルティギアシリーズ、はい、多分こういう動きしてる上級者の方結構いたと思うんですけど、そうですね、こちらもですね、はい、ダッシュ中にガードいってもできるようになっておりますので、このフォルトレスディフェンスというものが、まあ、初級者隊の方には必須のシステムではなくなったんだけど、うんうん、まあトッププレイヤーにはまあ相変わらず重要なシステムという感じの位置づけとなっております。はい、であとはそうですね、まあ、例えば削りダメージなども健在ではあります。でフォルトレスディフェンスをするとこうやって削りダメージを無効化することもできますよという感じですね。はい、はい、じゃあ基本的なシステムをそんなところにしまして、ちょっとそこから先、うん、はい、こちらダウンですね。ダウン、これ今まで通りのダウンとなっていますが、例えばこういうことやるとダウンしますが、はい、ただ技によっては、はい、そのまま、はい、そのままちょっと受け身を取る感じで体勢を立て直す。ですので、相手を地面に叩き落とす技であっても、うん、まあ、基本的には地上の相手をそのまま吹っ飛ばすとダウンするんだけども、こういった打ち上げる技であったりそういったものをやると、あ、まあ、いわゆる寝っぱなしのダウンではないという感じになっております。はい、これもハーコロンと。ですので、まあ、この後、あ、じゃあちょっとラウンドを取ってもらえると。で、この辺は手動ではありません。はい、うん、自動です。まあ、結構格闘ゲームでですね、設置した時にボタンを押したり、方向機を操作すると受け身を取ったりってなるんですが、これはそういったものではなく、技によって決まっています。はい。ですので、まあ、いわゆる置き攻め、相手の起き上がりに攻防を仕掛けるときには、まあ、それをどういった技から誘導するかっていうところをちょっと考えなきゃいけないなっていうところですね。特定の技から。はい。ただ、この寝っぱなしもですね、あ、じゃあちょっと食らってもらって、こうやって。で、今までこういうダウン落ちってものがあったんですけど、はい、これでダウン落ちのルールも非常に大きく変わってまして、でもダメージ、別に普通に入る。すげえ。ものによっては、このように追撃をしつつも状況を取れるといったところで、まあ、こういった相手を転ばしてからこう連続技をするのか追撃をするのか、それとも起き上がりに奥攻めを仕掛けていくのかと、はい、いうところは、こうプレイヤーによって状況によっていろいろと差がつく感じになっていくのかな。起き上がりが全部同じだから、どれで追撃にしても
いいと。そうですね。はい。まあ低いところに当たる技であればこういうところでこういうですね。はい。で受け身という単語を出したので、まあ、これも結構気になる方多いんじゃないかな。ちょっと受け身っていうシステムについて触れていきたいと思います。はい、平たく言うとですね、あの手動の受け身は、はい、まあ、基本的には存在しません。おう、あの連続技を受けている最中にボタンを連打したり、うんうんうん、例えばそうですね、ボタンを押し続けたりといったところは、今作では読みに必要ないです。なんと、はい。でこれはあの元々の弊社のゲームをプレイしている方からすると、相当おそれ大丈夫かっていう風になるものだと思います、はい。このゲームから空中の受け身をなくすというところです、ね。もうずっとね、はい、お手玉されちゃうじゃないのっていうところがあると思います。はい、で実際お手玉できちゃうんじゃないのどうなのっていうところは、うん、ぜひぜひ皆さん実際に隣のエリアに飛んでいくんですが、まあ、その張り付いてる状態で追撃しないと、まあ、自動的にポーンという権限を取るんですね、うん。まあ、その時だけ方向機を受け付けてますけど、まあ、基本的にはないものと思って結構です。はい、加減の必要はねえな。おお、なんだろう。そう。vs Kai。あ、こちらはですね、あの YouTube YouTube だとちょっとカクついていたみたいなんでしっかり見えなかったかもしれませんが、こちらポチョムキンの登場するときに、はい、まあ、このステージ、はい、誰ステージっていうのを明言するの少しあれなんですけども、はい、こちらのポチョムキンの紹介の時に使わさせていただいたステージというふうになっております。はい、さあじゃあまずざっくりとした解説としてはこんなところなんですが、はい、あ、じゃあ行っちゃいますか。ロマンキャンセル、ギルティギアシリーズを代表するシステム、ロマンキャンセルの説明に移らさせていただきたいというふうに思います。うん、こちらはですね、じゃあまず一番簡単な使い方からいきましょうか。はい、どういうシステムかというと、あらゆる行動をキャンセルすることができるシステムというふうになっております。初期配置だと L1 ボタンがロマンキャンセルボタンとなっております。ロマンキャンボタン、例えばまあそうですね、おお、なんかいなかった。あ、これこういうやつ。はい。で、こちらのロマンキャンセルなんですが、うん、ちょっと止ませてください。今回は、はい、このように体の周りに赤い輪っかが出ます。出ましたね。はい、この赤い輪っかが相手に当たると様々な効果、状況によって様々な効果を発揮する、はい、というシステムとなっております。例えば一番シンプルな今赤かったやつですね、攻撃を当たる瞬間のロマンキャンセルは当てると相手がこのようにふわーっというふうに浮き上がってこの間に追撃ができる、はい、こういった感じになってこの間に追撃することができますよというシステムとなっております。で、あと、あ、じゃあこれは時間制限あるとすっげえ解説しづらい。傍若な戦い方を切るな。なんで離れてると、はい、この効果がないんですね。今当たった時に相手がゆっくりふわーってきましたから、離れてると、はい、このように、ああなるほど、はい、まあ、行動をキャンセルするという効果のみというふうになっております。赤い部分が当たらないと、そうですね、ふわーっとしたやつに当たらないから追撃が難しい。はい、そうですね。で、例えば生で出すとこのように、お、相手が青い輪っかの中にいるので、はい、まあ、なんか時計のアイコン出ましたね。そうですね。この間動きがちょっとゆっく、相手の動きがゆっくりになるという効果を持っております。なるほど。で、これ当ててもちょっとの間残っているので、例えばですね、今回この、そうですね、こういう、例えばしゃがみキックからですね、今回はしゃがみキックからこういった攻撃が出ないようになっているんですが、これやるとこのようにつながる、まあ、つながったりもします。なるほど。こういったところでちょっと面白い攻めであったりとかっていうところをやっていただければなと。あとはそうですね、じゃあちょっと SS 回復をやっていただいて、ダメージが上がって気になる、こちら、はい、ダメージをじゃあ取ってもらガードしてください。これガード中にロマンキャンセルです。ガードすらもキャンセルし始めたと思って、はい、まあ、それに従いましてデッドアングルアタックっていうガード中に相手を切り返すというものがなくなってですね、はい、うんうん、まあ、こういったガード中もロマンキャンセルL1 ボタンを押すわけですね。ガードキャンセルってなってるけど、はい、ガードすらもロマンキャンセルし始めたもん、はい、ガードロマンキャンセルしました。で、これをやるとじゃあちょっと固めてもらって、うん、こうやってラリアのロマンになります。はい、って感じですね。ちなみにこののけぞり中はガードだけ可能という感じになっているので、はい、
ったんだ。空中版もあります。そうですね、空中でもガード中にロマンキャンセルをすることで、うん、相手の攻めを遠ざけることができます。はい、カイウィンズ。もうちょっと喋れる、もうちょっと喋れる、もうちょっと、もうちょっと触れていきましょうか。この格闘は勝利です。もう映像に関してはですね、口でどうこういうのもあれですので、はい、まあ、あの今までに公開した PV であったり、実際にご自分でね、あのアクリルアメリカで触っていただいたところで、はい、このうちのグラフィックデザイナーの人を汗と涙が詰まったグラフィック堪能していただければというふうに思います。ちょっとサイクバーストですね。こちらもあの画面の左上と右上にあるアイコンがあります。このサイクバースト改めて説明しますと、うん、連続技を食らっている最中にも発動できる相手を吹き飛ばすアクションになりますね、うん、相手に当てると一定時間使えなくなります。はい、で、何もしてない時に当てるとこの色が変わってテンションゲージがマックになる。まあ言ってしまえば元々のギルティギアシリーズから踏襲されているシステムとなっております。はい、まあ、これもあのローマキャンと絡めたりするといろいろとあるんですが、まあとりあえずそこは一回置いてもいいでしょう。はい、でちょっとロマンキャンセル、あ、コメントをさっき見たところ、はい、ロマンキャンセルはまたスローなのか、スローはちょっと好みじゃないんだよなっていうコメントが見られたんで、ほんのちょっとだけ、はい、ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけできるかな、できるかな、できるかな。まあいろんな秘密が隠されているので、一瞬今ロ、はい、いろんな秘密が隠されていますので、ロマキャンのエフェクトは出てたっぽいけど、はい、ただ結構、まあ、今回のロマンキャンセルは追撃ストロキなどは今まで以上に簡単に追撃できる、だけどもちょっといろんな悪さを隠しておりますので、悪さを、いろんな悪さを、悪さを、なるほど。わかなんかんっていうコメントがめっちゃ多いな、多分今みんないろんな悪さを今と親近のフェイス顔が今だもんな、はい、こちらちょっとそのうち、まあこっち今日対戦する予定がありますので、うん、この後、はい、まあそちらでちょっと見ることになるのかもしれませんね。なんかもう、はい、北米のアークライブの方はキャラ動かしてるみたいなんで、あ、なるほど、ぼちぼち、わかりました。じゃあもうその前にただ今これ僕が口でペラペラ言ったじゃないですか、はい、うん、はい、こういったものはこちら、はい、コマンドリストのところにですね、あら、こちら本作のおしゃれコマンドリストとなっております。はい、今流行りの動画が、映像付き、動画付き、わかりやすいがあります。飛び道具リーチのなんか短い飛び道具みたいなこと書いてあります、はい、ってありますが、これはシステムの紹介をもうこちらに載っておりますので、トライカータグ、私有であったりね、まあ、今後この作品を触るときに、はい、なんかシステムどんなんだったっけなっていうところに関してはこちらご覧いただければ、あ、これは私有でも見れるんですね、はい、解説文と、なるほど、動画付きで、はいはい、見れますので、はい、こちらをご確認いただければなというふうに思っております、うん、はい、さあといった感じですね。では北米の方はもうすでにキャラクターの紹介に入っているらしいらしいので、じゃあちょっと簡単に、まあ、初歩的なところだけで、こちらのキャラクターたち紹介していこうかと思います、はい、まずはこれワンピー側、こちらの、ギルティギアシリーズの主人公ソルバットガイですね、うん、まあ、こういったいわゆる飛び道具であったり、いい突進攻撃であったり、そして、相手の攻撃を食らわない無敵時間がある、こちらボルカニックバイパー、対空技があったり、はい、といった感じの主人公キャラとなっております。はい、そしてこちら相手のパワーボークリスコマンド投げのフッキラボーに投げる、あれなんかすげー減らなかった、あれ、そうですね、まあ、ちょっとダメージはですね、あの今作相当激しい感じになっておりますので、はい、はい、で、あとはそうですね、まあ、必殺技全部順番に出していってもあれなんですが、こちらソルバットがいつもの技を取り揃えておりますといった、うん、そしてここ、じゃあ回帰スクもこのまま流れていますとか、はい、回帰スクも非常に使いやすいスタンダードのキャラクターとなっているんですが、まあ、ちょっと早速あの謎に相手が青く光っています、はい、そして左上のソルのアイコンを見ると雷のアイコンがついているのが見えるでしょうか、左上、そうですね、なんかゴールに、はい、
じゃあちょっとこちら、そうですね、お削りに気がついた、お作やります、ね、こちらビリビリしている時にはですね、ガードをしていても非常に大きなダメージを受けてしまう、あの便宜上帯電と呼んでおります。帯電、これはホルクレスディフェンスをしないと体力がものすごい距離に削られていくぞというところで、いわゆる固め能力が非常に高いキャラクターとなっております。はい、おお、回転だ。油断ならないな。画面の外でクソがって言ってますけど、はい、ただですね、こちらのソロとか全体的に非常に使いやすいキャラクターだったなっております。ああ、今作基本的にはですね、あの従来のギルティギアのイメージほど、はい、地上にしても空中にしてもあんまり長いコンボであったり、うん、あの通常技のつなぎができないようになってるんですが、うん、こちらのキャラクター、こういった SS 入りあったり回もそうですね、はい、まあ、このように簡単に連続技がつながって、で難しいことしなくても非常に大きなダメージを取れるの で、ね、まず本作になれるんであればこの2キャラクターはやはり今回もおすすめのキャラクターというふうになっております。はい、であとはそうですね、じゃあ下から後ろに回してキック、ちょっと神話っていうことですね、まあ、こういった感じで新しいアクションも入っているということですね、まあ、どれも使いやすい性能となっておりますので、まあ、とりあえずはあまり深いことを考えずにどん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 技を出していってもいいというキャラクターとなっております。はい、さあではとりあえずこちらソルとカイに関してはこんなところで次のキャラクターに移っていきましょう。すげえこもってた今。ボルカニック。フィニッシュの時だけ喋り方が叫び方が変わるというやつに気づきましたね。なんかすげえこもってるなと思ったら、そんなこってます。So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts, heaven or hell.クールな負け方考えときな。大したことなさそうだね。メイ vs アクソル、デュエル1。せっかくなんで、はい、対戦しましょうか。おお、なるほど。はい、じゃあちょっと対戦しながら喋っていく感じでいきたいと思います。はい、こちら左側に打ってるのがメイです。イルカに乗って突進する攻撃を持っているキャラクターですね。なるほど。さあ、そして新しい海の仲間、こちらマナティです、ね、はい、マナティ、マナティもいたりして、はい、で基本的には一発一発の攻撃が非常に重いパワーキャラクターというふうになっております。対する 2P 学生ロー、こちらは光を使って非常にリーチの長い攻撃をすることができるキャラクターとなっております。はい、じゃあちょっと新しい技なんかもいきます、はい、さあ、このように後ろに飛び上がりながら攻撃する技であったり、はい、このように鎖を回して攻撃する技であったりといった技を持っております。さあ、ではちょっと回転、実際に回転しながら少し喋っていきましょう、はい、基本的にはメイはいわゆる近距離キャラクター、突進キャラクターとなっており、はい、アクセルは遠距離で戦っていくキャラクターとなっております。うわ、痛そう、カウンターが痛そう、うわ、痛そう、さあ、そうですね、こんな感じで、おわ、なんか、なんか、ロマキャンがやっぱ出るとびっくりする。そうですね、はい、こちらロマンキャンセルは非常にいろいろな秘密が隠されていますが、はい、ただですね、うん、攻撃あった時のロマンキャンセルに関しては非常に今回追撃しやすくなっているので、マイヒットだんだん減って、はい、割と、はい、なんかもうぶっちゃけてしまえば、うん、今回一発一発が非常に減るゲームとなっています。ですので連続技とかできない人でも、うん、普通に格闘ゲームとして楽しめるというところを意識して作っております。まあ、もちろん連続技とかもね、研究すればいろいろと難しくくるんでしょうが、あ、なんだ、あのラリアット、さあ、こちら PV で PV で流れて、はい、ラリアットですね。さあ、若干びっくりした。おっと、これはイケメン、あ、なに、ロマキャンスイング、はい、あースイング深い、スイング深い、うわー、痛かった。そうですね、まあ今のやつですね、ボンボンでボンボンで、あまり難しい、はい、連続技をしなくても普通にダメージを与えることができます。走馬灯的なアベタッシュ、
神官だ。走馬灯的なのチェリーフィッシュ大勝利。なんか右にいますけど、ね、It's the demo bar って書いてあります。はい、あの人実はデモバーの仕込みが実はちょっと伝統なんですけど、伝統なんだ。はい、あのまた忘れて、So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts. Heaven, hell. 師匠、見ててくれよ。かっけ。コンタクト。かっけ。ポチャンピオン、versus Chip。じゃあこれもちょっと普通に対戦っぽくしながら解説していきたい。これまた左側のポチョムキ、いわゆる投げキャラクターですね。はい。でかい一発一発の攻撃項目、投げ技が非常に強力なキャラクター。わあ、なんだ、すげえ下手。チップじゃなく忍者キャラクターですね。はい、非常に動きが素早いんですが、まあ、ちょっと防御力が、ね、低いというところが。忍者感が強いんだね。めっちゃ忍者。今回のチップは忍者感がすごいと、はい、どれぐらい忍者っぽいかというと、ついに分身の術もするし、分身の術もする、壁も走るぞ、壁も走る、壁を壁も、あ、壁を走る。やばい、壁に張り付くのは見たことあるけど、走るようになったのか。ついに、あ、じゃあちょっと普通に対戦。あんまーこうでエフェクト関係、うわー、あのように必殺技やったり、一部の特殊な技はカウンターヒットとか相対演出が入って刺激ができることもあります。なんだろう、腕のメカ展開、なんか可愛いんだけど、それは後で PV をじっくり見ていただいて、はい、あ、ババ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 バパンキーだ、ポチョキンバスター。はい、といったポチョムキンバスターという強力な投げ技が主軸のキャラクターとなっております。こちらポチョムキン、別にメカやらず人間のキャラクターなんですけど、今回顔も含めて全部メカっぽいな。あー、いた、あ、割れたー、ポチョムキンすげー減ってる。で、中央になる、そうで、右上になんかアイコンついてますね。あの間、右下のテンションゲージがめちゃくちゃ溜まります。なるほど、まあ、そういった感じで、あの試合中にいろんな効果を発したりすることもありますので、はい、まあ、そちらの方とかも見ていただければ。あ、これはだから今のはエフェクトが当たってないから、そうです、はい、読んでしまった。ああ、なんか確かに割れた。そういう感じで大技を決めると別のところに移動する。一つでかいですね。はい、一つでかい。やっぱなんか決めた感ある。ああ、かっこいい。かっけ。チップウィンズ。はい、じゃあこれは普通にやるぞ。はい、来た、回転するぞ。うまくメガス、後ろメガス、あー、ポチョバス。いや、ポチョバスなのか、もうあれですよね、あの投げがもう投げスカがあるから、もうポチョバスなのか投げスカなのかが分からなくなってきた。どうなってる、ダブストポチョバイダンハイ、あ、分からない。一体どういう技なんだ、分からない。おー、なんかシングレード、あ、ガードロマンキャンセル来た。これがガードロマンキャンセル、ハンマーホール、そう、ハンマーホールじゃなくてハンマーホールって口酸っぱく言われてきたこのハンマーホール。あー、長いカウンター痛すぎる。ダメ味、ハンマーホール、チップ、チップ、あー、なんかすげー当たり方した。このブレードの残り方がすごい上手くなったな。あ、今ダーンが、かっけー、この忍者、あ、ダス当たってない、届いてないのか、動きがぎこちないです、大丈夫かな、なんか、カラカラー、ミガス、最後はミガス、はい、という感じとなっております、はい、時間があんまりないので、はい、そうですね、じゃあ
がっつり対戦映像。So please bear with us. We'll be discussing that more. That's it. I mean, yeah, that's dope. Believe me, that's better than no. That's better than no. Yeah, way better than no. Another question I see is danger time.もう一個ちょっと、はい、デンジャータイムはまだあるないです。はい、今作ではあ、no! まず No! 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 Yeah! Yeah! No danger time! まず、じゃあ No danger time! 適当に K とか K とかなんか、ね、なぜですか、なぜですかって、まあそもそもですね、今回は今までのギルティギアシリーズのシステムを残そう、うん、残さないではなく全部のシステムを整理した上で、これは今作にふさわしいシステムである、これはこのゲームを面白くするにあたっているいらないってものを全部一回再構築した上で作られている、今のところはそういったゲームコンセプトで動いておりますので、まあそもそもイグザードにあったからどうとかイグゼクスにあったからどうっていう考えはまあないですね。でその上でデンジャータイムは今のところこのゲームには、まあ、必要ないだろうというところでオミットしているという感じです。 So as a very fundamental design concept of this game, we didn't go look at Exard or any other game and say, oh, let's leave this system in, let's tweak this system. We went to the drawing board, we just blew the whole thing up and said, how do we make a fun fighting game? So then we started building with different blocks that we have. It's not like you got to keep this because it was an Exard, or you got to keep this because it was an XX. It's like, okay, does this make the game fun? Does it add to it? Does this give it...向こうが通訳中なんですが、この UI は仮ですか、この UI が仮なんではなく、このロムが仮です。はい、このロムが仮です。今こちらで紹介している映像であったりシステムであったり技であったりもろもろ、次にアークレボが終わった後に皆さんにお見せするときには、うん、全然違うものになっているかもしれない。なるほどね。はい、一期一会そういったものだとご理解いただければというふうに思います。あれアークレボの時にあの技あったけどどこ行ったのかなとか、そういったものは特に気にしないで。実際トレーラーで使われてるけど今入ってない技実はたくさんあります。でもう一個今質問が、はいどうぞ。他のプラットフォームに関する質問です。その他の本体で出すのか、そんで、まあわよくばクロスプレイができるのか、非常にものすごい気になっているのは分かるんですけども、こちらもちょっと今この場で具体的に言うことはできません。はい、なんか結構あれですね、答えづらい質問飛ばしてきますね、アメリカの方。Sorry.プラットフォームだとかそういった話はアークシステムワークスだけの話ではないので、ちょっと今それ伝えたんで、もうちょっと優しい質問しますか。そうですね、できればそういう、Yeah, nicer questions. Okay. another question that I have, my personal question. Okay. Because I have a personal question. So what made you guys decide to make not Aaron Block anymore? That used to be one of the things that was always natural and most good in your game. But what made you guys decide to コメントちょっと拾いましょう。ドラゴンインストールを見せてください。今回の私有版ではですね、いわゆるドラゴンインストールは入っておりません。でいくつかですね、今回の私有版では実装していない、まだお見せできない技も当然たくさんありますので、まあ、こちら今見せたもので全部っていうわけではなく、このすでに紹介済みのキャラクターも今後追加されるアクションであったりにはご期待いただければなと思います。空中投げがないのっていうコメントが結構多いから、さっきから30秒に1回ぐらい空中投げをしている。空中投げはあります。ちょっとこっちからまた、はい、お願いします。はい、お願いします。ありまして、なんで、空中でガードができなくなってしまっている、できるようになってるんでしょうか。はい、今までは以前からは、はい、まず我々がこのゲームのこのシリーズを見直したときにですね、うん、ジャンプという非常に気軽なシステムに対して、例えばまさに今映っているこちらアクセルローですね、こいつのこういった攻撃を受け止めるときに
方向キーの後ろプラスボタン2つの同時押しという入力をあちょっと片しまっていいをしなければいけなかったんですね。まあ、これがもう元々このギルティギアシリーズをやってるプレイヤーじゃないと、いやいやこのゲームは空中でボタン2つ同時押しプラス後ろが基本だからっていう説明をせざるを得なかった、うん、今回はそういったところからもう解放されてですね、特に複雑な攻撃ボタンの同時押しなどをやらなくても気軽に楽しめるというデザインを目指して設計させていただきました。なので空中フォルトリクエンスを使わなければいけないと。なんでシフト誇張をすごいチョイスしていくんだ。Right. And it almost to me feels like I just was wondering what the design decision behind that was, because to me it almost feels like a punishment for some characters, because normally when you would land dust it would be like, okay, here I go, this is an opportunity for me, but now if it's not a counter hit it knocks them away, which almost feels like you're getting punished for successfully hitting, as opposed to when you get a counter hit then you get the combo. But I'm wondering what the design decision behind just making itダストに関する質問で、はいはい、なぜカウンターの時のみコンボにつながる仕様に変わったのかという質問ですね。で、どうですね、今まではダストだと結構その通常ミスでも結構コンボにつながるようになっていう瞬間だったのが、はい、今ダストをこうつなげてもなんか逆に不利になるんじゃないかなっていう、カウンターじゃないまずですね、今回のダストアタックは中央で決めるとちょっといいでしょうか。中央でダストアタックを決めるとこのように相手を横に吹っ飛ばします。そして画面端で決めるとまあこういう感じで追撃ができるという形になります。カノさんこれ見えてないです。あ、なるほど、はい、わかりました、はい、あ、なるほど、わかりました。でですね、今回は全体的に崩し攻撃、下段攻撃であったり中段攻撃といった特殊なガードを必要とするアクションからは気軽にコンボに行きづらくなっています。ただしダストアタックは従来よりも非常に出るまでが早くなっているので、うん、技の性能としては非常に強力だと認識しています。So as a general concept, a lot of the moves that you would have used to do a setup or a guard break to kind of get, you know, mix up an opponent, those are don't lead to as many combos as they did previously, but instead the dust attack comes out a lot faster and therefore is relatively a fairly powerful move. So when you use it mid-speed, そして英語で喋っているうちになんですが、ただしこのゲームはこのリスクレベルが高い時であったり大技がカウンターした時っていうものは、まあ、非常にびっくりするぐらいのダメージを得るチャンスですので、まあ、ダストアタックに関しても、カウンターヒットしたりすると、まあ、非常に強力な追撃ができますよというふうになっております。And then that's when the risk level comes into play. So when that is swung in your favor and you land dust counter, then like it will be really helpful. こうやってする結構リスクゲージ管理っていうのはゲームの大きな、はい、要素になってくるんでしょう。はい、そうです。もちろん上手いプレイヤーさん、中級者であったり上級者であったりっていったところのプレイヤーにこそ重要なシステムではあるんですが、まあ、レベルの高いプレイヤーに関してはこのリスクレベルというものをどういうふうに管理していくか、なるべく溜めないようにしつつ相手のリスクレベルを溜めるようにしつつといった感じの攻防が今まで以上に重要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。Yeah, I think that's true, especially for the mid to advanced players, how you manage risk gauge, how you get it off of you and push it onto your opponent. So is that kind of how they balance the importance of FBU, the air blocking being removed now, since it kind of reduces the risk gauge and pushes them back? 圧倒的簡単に、まあ、もう言ってしまえば何でも入るみたいな感じで何でも入ります、画面端を。 So on the J side, I guess they're hearing people saying it's harder to combo now, but that's only if you're playing mid-screen. If you get a guy at the edge, it's actually a lot. There's a lot more possibility. Emphasis on corner combo. Exactly. And you're carrying a bunch of damage, right? Yeah. まあこんな感じで。はい。削りダメージはなかったですか？え、もう一度お願いします。削りダメージはもうないんですか？削りダメージはあります。削りはあります。削りはあります。
あ、ただ削り KO は今回ないです。はい、このように必殺技をガールショット体力が減っていきますが、これでフィニッシュするということはないです。Correct. So you get him down, but you can't knock him out. Okay. Is there a possibility of like if players get to be back on the switch? ああ、それはもちろんというか全部そうです。今お見せしているものも最初も言いましたが、これはあくまでも一番最初の世界初めての私有のためのバージョンとなっておりまして、むしろこれに対してですね、皆さんからいろんなフィードバックをもらって、ここからガンガン変えていこうというふうには思ってはおります。 Yeah, so we said it earlier in this show, but this is the first formof the next Guilty Gear. So this is all going to depend on what the fans say, what the feedbacks look like, and we're going to be making tweets supporting you. So this is form one. Well, you can tell this. For what I play, the core concept of the idea of the game is beautiful. I love it a lot, and I will be one of the guys that... はい、というわけで今のうちに。Feedback. And, you know, my concern.大変なの。It really tells you what these moves do. So I feel like as a beginner, I feel like it's really hard for me to not know what's happening. Like everything is on the screen. You go to this command list, it has everything as the tool. Like, oh, this move. And I feel like as a newcomer, that is amazing. And I think you guys are doing an amazing job with that.すごい、これキズィさんからの、まあ、はい、感想なんですけど、まあ、コアコンセプトに関してもすごくいいと思うし、その完全なるコンボゲーじゃないっていう点に関しても、まあ、そういう気持ちのノーマルとか、その画面の真ん中ら辺でこう勝負をするという、で結構初心者向けにもいいんじゃないかな、その動画もちゃんと見せて、あ、これはこういうツールなんだっていうのを明確に教えるっていう意味では結構いいんじゃないかなと、もうそれはキズィとしては。OK、サポートしますと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. I have a question. They mentioned earlier about how when it comes to designing this game, they did not look at any of the previous skills or anything like that, but they really looked at what made a fighting move. しゃべっていいの? I was wondering what were some of the main things. ダメかな? しゃべっちゃうと多分まだダメか。通訳さんがもう両方の言語が入ってきて大変なことになる。なるほど。はい。ちょっとさっきの高野さんのコメントで思った質問なんですけど、その過去のビッグザードではこういうシステムがあった、XX ではこういうシステムがあったっていうのを使わずに、結構根本的に最初から、まあ、何が格ゲーを面白くするかっていうところから作り出したで、そのなんて格ゲーを面白くするものっていうのは皆さん何だったんでしょう、その要素というか、あ、こういうシステムだとか、こういう、あ、それはすごい難しいというかですね、開発スタッフ全員違ったんですね、言ってしまえば。特にやっぱりただ最後の最後にはこのゲームはやっぱり石渡総監督の石渡さんがこういったものを作りたい、目指したいっていうものを中心に据えてやっていくことになっているので、具体的にこれって言われるとすごい難しいですね。ただ、That's actually a really difficult question, because if you ask anyone on the development team, they're going to have a different answer. So in the end, it all kind of came under Daisuke's vision. So when he's like, I want to turn this into this kind of game, feels is the look that I want. It all kind of went through this filter. Praise Daisuke. Yeah. I think there's more to that, though. もっとありましたっけ、その回答は。あ、いや、まあ、ちょっとただ、そうね。一応日本コメント側もちょっと拾っていこうかなとは少し思っていたりするが、So they're gonna take some questions from the J side too. So maybe we can go for it. Yeah, get those responses. はい、どうぞ日本サイドから。Thank you.
はい、じゃあちょっといくつかいくか、ちょっと待ってください。じゃあこれで読んで、ここで日本語でコメントいただいたやつを回答して。起き上がり時間は統一されています。あ、起き上がり時間統一されています。起き上がり時間は統一されています。システムに関わるところですね。ただそのダウンの取り方によっての差というものはあります。だシステムによる差はあるけど、キャラクターによる差はないですね。キャラクターごとの起き上がり時間の差がなくなりましたです。はい、でさっきからあの通常投げのフレームが何フレームかっていうのがあって、さすがにそういったフレームはですね、今回初お披露目ですので答えられないんですが、まあ一致ではないです。はい、起き上がりの通常投げは重なってる打撃には負けます。はい、なるほど。ただあのすごい早いんで、多分あのガードしながら R1 ボタンを連打されると最初のうちはひたすら投げられるんじゃないかなと思います。はい、通常投げは1フレームではないので、こう例えば起き上がりに投げをしようとした時に技が重なってたら負けます。ただ今回はそもそも投げ空振りいますので、投げの空振り失敗モーションがありますので、あこいつ投げそうだなって思ったらジャンプしたりバックステップをしてから反撃をするのがいいんではないかなと思います。So normal throws aren't one frameanymore. Also, when you wake up, if you try to throw, you'll lose out to any normal. So, and then there's also whip. There's a whip animation too. So if you think this guy is gonna throw, you can block or back dash. I like this. You can jump or back dash. Yeah. 社内の社内の評価評判がめっちゃいいメイのラウンド勝利。はい。So,例えば中央は中央は本当にもうこんなんで基本コンボとしては終わりなんですが、画面端だと混乱できます。なんで今までのギルティギアシリーズは連続技のレシピであったりルートを結構覚えないとコンボできなかったんですが、今回は画面端は本当に単純に適当にボタン連打するだけでも割と連続技をすることができますので、画面端に相手を追い詰めるっていうのは非常に重要です。So it's very important to get the opponent in the edge, because I won't go as far as saying you can button mash, but there's a lot of combinations that will... 確かに今のイルカ見えないか、まあ後でアーカイブ見てもらおう。まあ画面端は激しいです。はい、じゃあ今日のところはこのぐらいかな。このぐらい、まあちょっとまだまだね、皆さん聞き足りないこと、あれはどうなってんだ、これはどうなってんだっていうところもたくさんあると思うんですが、もちろんですね、あの今後もいろんな情報であったり世界中の皆さんがこのゲームを体験できるような場っていうものは設けていきたいというふうに思っておりますので、まだまだ発表したて一番最初のファーストプレイアブルという状態ですので、あのこれからもあの本作の情報を期待していただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあアークライブの皆さん。